学校法人同志社同志社国際学院初等部、国際部同志社国際学院は、同志社大学付属の小学校及び、初等、中等教育を行う学校である。同志社国際学院初等部、国際部2011年4月同志社、国際学院初等部が、京都府木津川市に開校となった。2011年9月同志社、国際学院国際部ディスクは、 同志社国際学院初等部に併設開校となった。同志社の一貫教育は、キリスト教主義、自由主義、国際主義を教育理念に挙げ、見学の精神である良心教育をその柱にしているが、その中でも特に、同志社の教育理念の一つである、国際主義をより具現化するために、同志社国際学院は開校された。 日本の小学校教育指導要領に基づいた一条校で、定員60人の同志社国際学院初等部、大豆と外国人指定向けで、定員30人の12年生の同志社、国際学院国際部ディスクが併設される。小学校とインターナショナルスクールが併設されるのは、日本で初めてであった。12年生の同志社国際学院国際部は、 大学入学資格の IB 資格認定を目指している。同志社国際学院初等部は、日英バイリンガル教育を目的に、授業の55%が英語で行われている。2019年1月から、IB におけるピップ初等教育課程プログラムの認定を受けており、日本の教育を踏まえながらも、IB に準拠した先駆的な教育が実施されている。 同志社の創設者である、新島城は、キリスト主義の学校派幼遅延より大学に、至たり由来まで実に必要のものと信すれども、当時は画灰の力びびたり、人苦の着手取得さるべしと、述べていたことから、創設者、新島城の意志を継いで、同志社の一貫教育が推進されている。学校法人同志社が設置する小学校は、大学を頂点とした。 大学付属学校の形態を取らず、独立の学校群として位置づけられている。なお、同志社小学校、同志社国際学院初等部、同志社国際学院国際部に限り、同志社大学の付属校である。同志社幼稚園から、同志社国際学院初等部への内部進学制度がある。また、 同志社国際学院初等部の入学試験において、木津川市在住者の地域枠が設けられている。同志社国際学院初等部からは、同志社国際中学校への進学を、継続教育の観点から推奨されているが、同志社中学校、同志社国際中学校、同志社香里中学校、同志社女子中学校の法人内4中学への推薦制度がある。 同志社国際学院国際部からは、同志社大学、同志社女子大学への推薦制度がある。ありがとうございます。